ス。トレードで獲得したナンバーワン外野手糸井選手もチームにフィットし、台風の目になるかと思われました。開幕直後は15勝を挙げたエース金子投手を中心に、西投手、ディクソン投手ら先発投手陣が奮闘します。さらにセットアッパー佐藤投手が急成長。平野投手につなぐ勝利の方程式が出来上がりますが、なかなか打線の援護がなく勝てない試合が増えていきます。リーグトップのチーム防御率を残しながら、最後まで投打が噛み合うことはなく、5年連続の B クラスでシーズンを終えました。強力な戦力を誇りながら5位に沈んだオリックス。さあ、エース金子千尋15勝最多奪三振、伊藤達也、平野佳久、勝利の方程式、糸井両リーグ最多得票で救援出場、マハラ711日ぶりの1軍登板、防御率リーグトップなのに5位といいオリックスの内容です。さあ、皆さんの予想は A クラスが4人、 B クラスが9人、最も予想が分かれたのがこのオリックスでした。まずは A クラスと予想した方に伺います。金村さん、はい、もう本当はもっと低たらくでしたよね。今日昨年も上位に行ってもおかしくないというのは今年もね、はい、今年も防御率1位でしょ。そうなんです。で、点数が取れない糸井も自分の中の数字の中ではね、はい、残してますけど、もっと本当は数字も上がってもいい選手ですし、ね、点数が取れない、またなんて言うんですかね、その行こうとする時に何か元気がないんですよね、チームに何かそういうね、変なマイナス的なそういう空気みたいなのが流れてるのがチームカラーになりつつあるのかなと、はい、これはもうその雰囲気をガーッと一掃してね、まあ上位に行っておかしくない戦力はあると思いますよ。それが1年通してやってみると常にこう下位に沈んでしまうという諦めムードみたいなのも早いですし、残念です。はい、ね、はい、タブさんはどうですか。僕もね、3位ですよね。打線の顔ぶれ見たらもっと点を取ってもいい打線だったんですけどね、まあ、僕一番の誤算はやっぱ坂口が一番に定着できなかった、はい、もう故障でね、はい、彼が一番で、あれベストエッテの2位までなった選手ですからね、彼が一人パチッとハマるとまた内容は変わってたと思うんですよね、だこの 1,2 番がまあ大してまあ出塁できなかったのが、まあ得点につながらなかったようにピッチャー陣はいますからね、はい、もう来シーズン僕最後の勝負だと思ってますけどね。あ、オリックスはその後 FA で出ちゃうから、ああいうピッチャーとかいいピッチャー、また球団50周年ということで、ね、はい、来年はもうね、至上命令で優勝するんだというのはどこまで選手たちが燃えるかですよね、はい、さあ一方片岡さんは5位予想で見事的中という結果になりましたが、もう少しね、チーム力はあると思うんですよ、はい、チーム打率見てもらっても防御率見てもらってももう少しこういう勝敗にならないはずなんですけど、今言われているように特に接戦ですかね、はい、接戦に本当に弱かったですよね、まあ、そういう面で今年は楽天が優勝しましたけど、まあバルデビスとイデホというね、はい、中心選手がやはり助っ人に頼るとこういう結果を招きやすいと思うんですね。やはりそのチームを引っ張っていくそういう生え抜き選手であったり日本人選手というのがちょっといなかったかなという感じがしますね。はい、まあ、出た2人とも移籍しちゃいますからね。そうですね、あれも分かんないですね、じゃあね、はい、ではそんな中質問に参ります、はい、オリックスは来シーズンこそペナントをかき回す、どうでしょう。お願いします。かき回す、あれ来シーズンこそ、はい、はい、という結果ですね。うーん、小山さんはやはり先ほどもおっしゃってたようにもっと上を、もうお願いしたいですよ。はい、平松さんは違う、うん、まあ、今年もねそんなに他のチームと戦力的には劣るチームじゃないんですよ、はい、もちろんもう伊藤も攻撃陣は伊藤井出穂、それから足の速いのがいっぱいいるんだけども、で金子も15勝ぐらいはするわという投手の中心はいるんだけど、はい、何かこうゲームが終わってみるといいゲームしてるのに負けてるんだと、そういうゲームが多いんでね、負け戦がこうこのチームは突きつけてるのかなと、というところのやっぱりこう内面を変えていかないとね、来年もおそらく選手はいるんだろうけども、そういう形で結局いいゲームをしてる最終的には負けてるな、 B クラスだなと
いうチームでしょうね。いるのに、まあ、勝てないという。そうそうそう、そうです。ちょっとね、勝負どころでね、うん、弱いんですよ、あの見てるとね、はい、で特にその終盤のね、このリリーフピッチャーはいいのがおるけれども、ここに左が挟めないんです。左いないんですよ。なるほど、はい、リリーフピッチャーで左がいない。これ左をね、やっぱり補強で、ね、もう今からでもすべきですよ。で今いる、現在いる左でもやっぱりね、あのセットアパーターとか中継ぎに回せるような左を作るべきですね。中山投手ぐらいですかね、左に、まあ、もっと作ればという感じですね、はい、まあ、ちょっとなんか、はい、力があるのに勝てないってちょっともどかしいと思うんでね、はい、ファンの方ちょっとそのあたりを、そうですね、期待して、はい、解き回してもらいたいと思います。ではパ・リーグ最後ですね。